日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようだね。同時に進めている IHI 社製 FX91 エンジンの実用化への取り組みも順調らしいな。今回は FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月、外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定したね。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こすことになったよ。この決定で日本の防衛予算が2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比2乗の水準に引き上げると見られているんだ。NATO 加盟国はロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切っており、日本としては加盟国が今後一定の防衛努力のため対 GDP 比2を基準値にすると予想したため、それに追随したというわけだろうな。日本は今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のためスタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しているぜ。従来より飛躍的に射程距離が長い兵装の購入を進めようとしているわけだ。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止であり、日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになるから。つまりミサイル能力を向上させるとともに自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけだよ。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を政府は反撃能力と呼んでいて、政治的認知を得ようとメディアでも使っているけど、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があるみたい。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しているんだけど、前期のような議論が完全に決着することはないだろうね。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったらしいよ。その新しい動きが前述の GCAP だな。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を正式に発表しスタートしていて、これがプロジェクト GCAP だな。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している。ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになるね。空自の中では現在こういう区分や呼称は廃止されたけど、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類があったんだ。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたな。支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体だったんだ。日本国内では F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見があったが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機はアメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたぜ。こうした事情があるため、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になり、前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンを、ベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したわけだ。また航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていたが、アメリカは主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため偏った契約だったな。さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能で、政治的な問題はあったが不満の多い運用を強いられたことになり、要するに高い金額で買った買わせられたのに、客の要求は無視されたってことだ。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったから、
日本は後継機開発については機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれを目的とした取り組みを進めてきたんだ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用の機関部を目指した。XF91 エンジンの開発をスタートし、そして8年後の2018年6月に試作機1機を完成させ、納入したよ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月までに各種の性能テストを実施し結果として、アフターバーナーに使用時21トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したね。この数字は F22 ラプターに搭載されている F119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度という世界標準クラスの数値を叩き出したんだって。発電能力は今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われるが、XF91 エンジンは 180kW を記録し、一定水準をクリアしているぜ。FX91 エンジンは実際に機体に搭載してのテストではないのだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたわけだ。さらに2019年開催されたマストアジア2019では水力変更装置が展示され、このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置だ。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることで、機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているんだって。ロシアの SU-37 やスホイ57はノズル式水力変更装置だけど、XF91 エンジンに装着可能な、XVN31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるみたい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるから、敵の攻撃を回避できると想定されているんだけど、機敏な機動性を確保するにはこのような工夫もあるというわけだね。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきているよ。と言っても、今後の GCAP は状況によっては共同開発の変化もあり得るため、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えるな。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっていて、ロールスロイス社はイギリスやイタリアが採用しているユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているから、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られているね。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきた、テンペスト計画でも、ロールスロイス社は機関部の開発を行っているぜ。優秀なロールスロイス社ではあるんだけど、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてくるな。と入っても、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウにはすごいものがあるからね。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて、短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほらあるし、GCAP でその進化がわかるだろうとも言われているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。